しゃべくり松代始まるよ。はい、もう一回見ててくださいね。こんばんは。11月29日松代テレビがお送りするしゃべくり、ま、生でお送りするしゃべくり松代、今日は私曲がりおが担当させていただきます。今日は朝大変冷え込みが厳しく、飯綱もうっすらと雪化粧していました。大変寒い日になっています。さて本日のお客様は山上哲夫さん、こんばんは。それから着ぐるみのエッサ、ホイサ、サッサとその生みの親の代表の熊木のり子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまず歌を聴いていただきましょう。これは皆様よくご存知のお猿の籠屋です。今日のお客様エッサホイササッサは2010松代イヤーのキャラクターです。そしてそのキャラクターの着ぐるみをホイサッサ松代の皆さんが作ってしまいました。それでは熊木さんにどうしてこの着ぐるみを作ることになったのか、またキャラクター着ぐるみへの思いをお話ししていただきます。熊木さんお願いします。はい、松代は歴史の町ですが、有名な童謡もたくさん生まれている町なので、ぜひ松代を童謡の町として売りたいなと思って作りました。はい、ありがとうございます。童謡の町をもっと PR したいというお話でしたが、もう一人のお客様、山上さんはこのお猿の籠屋を作詞された山上武雄さんのご長男ですが、今回松代イヤーのキャラクターということもあってお猿の籠屋が一躍脚光を浴び、また着ぐるみもできたということ、これについてどんなふうにお考えでしょうか。はい、前々からの全国 の猿にちなんだいろいろな観光地でこのお猿の籠屋をモチーフにした民芸品なんかが売られているのを何回も見たことがあります。それが地元にないのがちょっと残念だなというふうに思っていましたが、今回このように大々的に取り上げていただき大変嬉しく思っています。はい、ありがとうございます。さて松代は童謡の町、童謡の歌碑が10基あります。松代山上さんのお父様山上武雄さん、それから貝沼実さん、坂口淳さんなど、それから草川慎さんも大変松代に関わりのある方です。その方たちの曲10曲が歌碑になって松代町内に建てられています。そして今映っておりますように歌碑巡りもできます。今年4月には育成会の皆さんが親子で参加してくれて200名以上で歌碑巡りを行いました。山上さんの作品は培養院にも見てござるもありますけれども、今のお猿の籠屋は西条の宝泉寺にありまして、宝泉寺にあるこの歌碑です。でこの歌碑はこの前に立って写真を撮るとここに私たち写真を撮った人が写ってしまうというほど本当にピカピカに光っている歌碑なんですけれども、その前で今年は大勢で、オカリナの演奏に合わせてお猿の籠屋をみんなで歌いました。このように楽しんでおりますけれど、山上さんは歌碑巡りされたことありますか。はい、いくつかは拝見していますが、改めてですね、歌碑が10あるということを伺って大変びっくりしてます。ぜひ今度ご一緒させていただけたらと思っています。そうですね、ぜひご一緒にどうぞ。1年に1回は必ず歌碑巡りの企画をしています。はい、それでは次はこの曲をお聴きいただきましょう。
この曲は松代に住んでおられる方は1年に1回ぐらいは聞いたことがある曲だと思いますが、真田節です。これは昭和33年にできた曲だそうですけれども、山上さん、この曲で何か思い出はおありになりますか？はい、童謡とは全く違った世界の、ね、まあ、いわゆる新民謡というふうに呼ばれるジャンルの歌なんですけれども、私はお猿の神様に並ぶ父の代表作だというふうに思っています。できてから50年以上経つ現在でも地元の皆さんに歌い継がれているという意味ではですね、大変ありがたい地元の歌になったなと、そんなふうに思っています。はい、かつて婦人会の皆さんが真田祭りに民謡流しとして踊っていましたし、平成元年からは松代町内の6つの小学校6年生が一緒に踊るようになりました。今では小学校6年生だけが真田祭りの第1日目の午後に、山上さんのお宅のある伊勢町と中町の通りで踊っています。この写真にありますけれども、一番最初平成元年の頃はうちの子供がちょうど平成元年最初に踊ったんですけれど、確か運動着で踊ってました。今は各学校がみんなちゃんと袴を揃えて立派な支度で踊っています。こんな風にやっていますし、昨年からは実は山上さん、この、はい、真田節をですね、ロック風にそれから音頭風にアレンジをしまして、踊るって振り付けを新しく作りまして踊っているグループがあるんです。こちらの写真のようなんですけれどもね、またこれはこれでちょっと新しい取り組みかなと思うんですが、そんなことについていかがでしょうか？はい、音楽は時代とともにいろいろな形になっていっていいものだというふうに思っています。はい、改めて若い人たちがこういうロック風にアレンジされて、歌っていただく、あるいは踊っていただくというのは大変素晴らしいことだなというふうに思っています。そうですか、ありがとうございます。それでは、次はですね、お父さんの作品いろいろたくさんあると思うんですけれども、その中で山上さんが特に何か思い出に残っていることはありますか？はいはい、今日はその思い出の品もお持ちしたんですが、実は昭和44年にレコード大賞童謡賞を生まれた兄弟11人という童謡でいただきました。作曲が貝沼実先生です。残念ながらもう童謡、このレコード大賞の童謡賞というのはもう今はなくなってしまったんですけれども、大変当時栄誉のあることだったということで、この歌が私にとっては一番思い出深い歌なのかなというふうに思っています。そうですか。最近あまり聞くことがなくてちょっと寂しいんですけれども、はい、私は実は歌います。ちょっと歌ってみますね。お願いします。はい、生まれた兄弟11人揃って元気な女の子、喧嘩をしない日ないくらい、確かこんな歌だったと思います。そうですね、はい、はい、とても上手です。いや、お恥ずかしいんですけれど、もっとなんか子どもたちにも歌ってほしいなっていう思いをいつも私はしています。はい、あと何かお父様の作品ができて、そのことで何かいろんな思い出っておありになりますか？そうですね、小さい頃は父の作品がレコードになった、それがうちに送られてきて、ちっぽけなですねプレイヤーで、本当にそれをまず最初に聞かせてもらった、そんな思い出がいくつかありまして、その中ではもう皆さんに全く歌っていただけてない歌もたくさんあります。何かの機会にそんな歌をこう発掘できればいいなって、そんなふうに思っています。はい、私たちも題名だけはこういろんなところで見させていただくんですけれども、今歌われていないなっていう曲が多いのがとっても残念にいつも思っています。はい、それではもう一曲なんですけれども、これは私が本当に松代の皆さんにはもっともっと知って歌ってほしいという思っている曲があります。ちょっと歌ってみたいかなと思いますが、松代はあなたの町、
しの町、青空は広がり、雲は輝き、白跡の緑、爽やかな風にそよぐ。ルルル松代、ルルル松代、この町の新しい息吹映して、花は清らかに、今日も微笑む。今の歌はふるさと松代という歌なんですけれども、これは実は松代城の春祭りや秋祭りには、松代城で大勢の方と童謡と一緒に歌っているんですが、必ず私は一緒に歌う方たちにぜひこれを覚えてということで、小学生から大人の方たち大勢で歌うんですけれど、皆さんと歌うようにしています。でこの歌については何か思い出はありますか？はい、これは松代ライオンズクラブの20周年の記念で書かせていただいた歌なんですが、合わせて父の作詞生活50周年も祝っていただきました。でそれが昭和62年だったんですけれども、実はそのお祝いの会が9月で、その年の11月に父は他界をしております。そういった意味では本当に最後の皆さん方と接しさせていただく公の場としては最後ですし、場合によっては遺作だというふうに思っています。そんな歌が地元の歌として歌い継がれるということは、もう本当にこの上ない光栄に思っています。私たち実は山上武雄さんっていう、こんなにいろいろ立派な曲を書かれた方、作詞をされた方だったんですけれども、実は私も熊木さんもなんですけれども、山上書店のご主人というような、思いでずっといました。はい、そういう方がこんなに素晴らしいいろんな曲を作詞されていたなっていうのは、私たちにとっても誇りなんですけれども、真田節はこれから踊り続けていってくれると思うし、それから歌姫巡りもします。それからいろんなことをこれからもやっていきたいなと思いますけれども、何か町でこんな風にしたらというご提案がありましたら。そうですね、一番最初に熊木さんがおっしゃっていただいた、やはり松代というのは童謡の町だというふうに思います。そんな意味ではやはり地元の皆さん方で、歌い継いでいただく、そのことが何より童謡の町として機能する一番のことだというふうに思っています。私も機会があればぜひ参加をさせていただきたいと思います。それと今日はお父様の関係の本をお持ちいただいて、作品集とそれからいわば自伝といったものを発刊しております。で自伝であるお猿の籠屋は松本の郷土出版さんで6年ほど前に出版をしております。父のことを知っていただくにはこの本を読んでいただくのが一番なのかなと、そんなふうに思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。後ろにいるエッサホイササッサもお猿の籠屋と、それとその他の童謡も含めて、松代は童謡の町ということをこれからも一生懸命宣伝してくれるというふうに思います。エッサホイさんにも頑張ってもらって、それから、ね、心強い感じですね。はい、山上さんもぜひ私たちと一緒に童謡を広めていくことに一緒にご一緒にお願いしたいというふうに思います。エッサホイさん頑張ってくださいね。はいそれでは今日は本当に大変お忙しいところありがとうございました。みんなでもっともっと童謡を歌い続けていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。
さて来週のしゃべくり松代なんですけれども、私ども松代テレビ局の事務局松浦さんです。よろしくお願いします、はい、来週担当させていただきます松浦ですが、よろしくお願いいたします。松浦さん、来週のゲストはどなたなんですか。はい、来週はですね、認知症のことでいろいろボランティアをやってらっしゃる田中佳代子さんです。はい、認知症、はい、田中佳代子さん認知症じゃないでしょ。いや違います ね、それは私の方がちょっと近いかなと思いますけれども。心配ですね。冗談です。はい、実はですね、認知症になっても安心して暮らせる、地域づくりを目指している、はい、そのグループでボランティア活動をなさっています。それで、はい、また認知症予防の話もありますので、はい、ぜひ来週皆さん見ていただきたいと思っております。はい、じゃあ田中さんはそのコラジュでですね、なんかこう講演とかいろいろ研修されてるんですか。研修されて、それを皆様にお伝えしているっていう方ですね。そうなんですか。はい、それはもう本当に楽しみですよね。本当に、はい、皆さんも期待してください。そうですね。それではどうぞご期待ください。お疲れ様でした。しゃべくり松代、また見てね。